はい、じゃあ、亀岡です。 今日はですね、6月2日、水曜日のですね、注目株、注目銘柄についてお話していきたいなと思っております。僕はね、えー、昨日ぐらい髪を切りまして、だいぶね、えー、短くなりました、えー。だいたい僕1ヶ月半から2ヶ月ぐらいですね、髪をね、伸ばすんですけども、まあ理由はね、えー、本当は1ヶ月ぐらいで行きたいんですが、あんま美容院が好きじゃないんですよね。髪切っちゃうと、あの、モンチチに似ちゃうんですよね。なのでよく姉にはね、えー、モンチチモンチってこうこう子供の頃言われてきたので、まああんまり髪を切りたくないと。本当はね、 今もちょっとモンチッチスタイルになってるんですけども、えー、なんとね、マスクのおかげで、モンチッチに見えないっていうね、えー、これ長く見てる人はね、えだいたい2ヶ月ごとに、今日もモンチッチになりました、モンチッチになりましたって言ってきたんですけども、まぁ、あね、今はね、えー、まあそう言わ,言わなくても済むっていうのはね、非常にありがたいことだなと思っております。それでね、はね、えー、早速本題に移りたいんですが、えー、昨日とといとね、えー、陰性をつけて日経は下がりましたが、えー、見ての通りですね、今日、 僕はいつも月曜日ですね、あの、役員会議があるんですよね。えー、その日、週だけは、その日だけはね、えー、全社員が集まって、その中でもリーダーはね、えー、まあ、売り上げですよね。えー、拠点の売り上げ、部門の売り上げですよねで。赤字か黒字か、で、社員教育はどうなってるかとかね、どのぐらいその、今、なんて言いますかね、あの公平に分配、仕事が分配されているのかとか、まあ、その辺を見るんですけども、 まあ、キャッシュフローですね。私が見るのは。まあ、お金の入りと出ですよね。まあ、あの、孫正義さんでしたっけソフトバンクのは、えー、基本的には経営ではね、キャッシュフローしか見てなかったって言いますよね。どれだけ入ってきて、どれだけ出てくるのかと。これ出ていくお金がね、増えれば増えるほど、会社の体力は失われますし、入ってくるお金の方が増えれば増えるほど、 会社の維持はしやすくなって、いろんなね、投資ができるようになりますよね。人もそうですし、あとはね、えー、ソフトバンクであればね、M&A とか。まあ、ここしかね、まあ、経営者っていうのは基本的には見ないです。僕もそうですね。まあ、月次との決算とかしますけども、まあ、基本的にはどれだけ経費を使って、どれだけお金が残るのかですよ。ここをね、感覚的にわかる経営者っていうのは、えー、やっぱりね、えー、経営センスがあるというのが、 まあ、あの、僕の、まあ、あの、見立てではありますけどね。まあ、そういった意味ではちょっと脱線しましたが、なので、月曜日はちょっとね、放送がなかなか難しいんですが、えー、まあ、ビヨーン行ってね、えー、それで、まあ、えー、昨日もね、下がったので、で、今日も下がりました。あ、で、も、まあ、結構ね、資産を失っているんじゃないかな、まあ、減ってるんじゃないかなと思ってみたらですね、なんと今日ですね、前日比に比べて、まあ、約60万近くね、えー、上がっていると。 おー,おーみたいなね、えー、いいじゃないですかみたいな形で、えー、なんでプラスになったのかなといろいろ調べたんですが、まあ、2つ理由がありまして、1つはね、日経平均は下がってますけども、トピックスは上がりますよね。まあ この後ね、違う番組の経済の方で話しますけども、まあこれ理由がありまして、まあ景気敏感株であったりとか、あとはね、定位株ですよね。まあこのあたりずっとね、えー、これからまあ、えっと、伸びてくるんじゃないかと。なぜかというと、アメリカがね、そちらの方にシフトしているので、えー、来てもおかしくないかなって話をしていたんですけども、ここに来てドカンと来ましたよね。これによって、えー、まああの、僕の、えっ、ー、と、まあ資産が伸びたっていうのと、あと、つなぎですよね。えー、つなぎが、まあ今日ね、えー、つなぎ、ちょっと一部、もう、つなぎ売りを、 売りをを、ね、解消ししたたんですがが、まあ、これが、ねえーえー、利益を伸ばしたとでやっぱりね、日経平均全体を見るとね、まあ、ここまでずっと、まあ、高かったわけですよね。で、これね、野村さんのまあ一つのまあ情報なんですけども、えー、ずっと日経はね、えー、右肩上がりで上がってきたんですけども、この EPS って言ってね、EPS どういうものかというと、一株益ですよね。一株に対するその利益の率を示しています。で、15倍、14倍、13倍でね、えー、それぞれ見ても、 もう株だけがね、先行して上がりすぎて、要は会社の業績ですね。私たちの、まあ、普段ね、見ているような、えー、三菱重工業とかね、えー、商船三井とか、まあいろいろいいんですけども、えー、会社の業績が株価に追いついていなかったと。やっぱりね、えー、人株益っていうのはね、皆さんが投資したお金どれだけ稼いだかになるんですが、ここがね、やっぱりしっかりとその追いついてこないと、やっぱり株高がね、えー、ただ空論って言いますかね、 えー、まあ、あの、気上の空論的になってしまうんですよね。で、これ、えー、ちょっと高すぎたので、いずれね、えー、まあ、会社の業績を売上に戻していくだろう。まあ、戻っていくだろう。というのをね、えー、まあ、僕も予測をしていって、つなぎを入れたというところもありました。で、若干ね、えー、まあ、つなぎを入れてからね、えー、私が予言していた、えー、予言してから下がってきたので、これ、つなぎを僕は解消しました。 で、解消したのでね、今後は、まあ僕は、えっ、ー、と、上がっていくことを期待するってことになりますね。それらを踏まえてね、日経平均見ていきたいんですが、まあ2日陰線を、えー、入れたので、えー、75日線、ここにね、また接近しますが、まあここの僕の読みですけども、75日線を今度ね、下に抵抗線にして上がっていくんじゃないかというふうに見たので、今日捉えたのでね、 え、つなぎを外したということになってます。なので利益が出たというのもありますね。それからマザーズですね。マザーズはね、ひたすら弱いマイナス8ポイントということで、まあまたね、えー、ここから今度はね、ここをヘッドにして、 今度は逆にね、えー、下がっていく可能性もありますね。でまたね、日経平均なんですが、今ね、えー、ダウン先物がですね、150ポイントってことで上がってますので、まあ明日以降ね、えー、ちょっとオリンピックがやるかやらないか別にして、もうオリンピック選手団来てましたね、今日ニュース見てたらですね。えー、もう海外から、まあ続々とは言わないですけども、一部ですね、えー、まあ先乗りして、 え、ま、日本にもう到着をしたってニュースがあったので、ま、これはいい悪い別にして、ま、経済だけを見るとやるでしょうということになったので、おそらくね、世の中も徐々にね、え、ま、反対があったとしても、ま、海外の人がね、来て、ま、追い出すわけにはいかないので、それ、ま、日本国民のね、皆さんが普段言ってる品性とか感性とか、精神性としてどうなのかって話になっちゃうので、ま、ここはね、え、ま、受け入れざるを得ないかなってことになってくるのと同時に、 えっと、緊急事態宣言も延長されてね、ここで一気に一気にですよ、おそらくワクチンを接種するんだろうと思いますね。国の戦略としてはね。まあ、ここによって経済が落ち着くと。 そうなってくると、えー、上がっていくんじゃないかなというのが僕の読みですね。ここを節目にしてね。さあ、どうなることやらというのを踏まえながら、えー、引き後にね、広く一般に講座された実際の決算の中からですね、今日も高決算講座料ですね、開始された順番でですね、えー、お届けしていきたいなと思っております。ただですね、技術の習得を目指す番組になってますので、その点だけはですね、えー、ぜひご了承ください。それでは行ってみましょう。まずはね、えー、こちらのニュースなんですけども、中国にね、 ついにラウンド1、1号店がね、えー、まぁ、あ、開、まあ開設されるって近いんですかね。オープンするってことなんですけども、えー、まあ、沿岸部ってことなので、どこなんですかね。上海ですかね。じゃあ、えー、甲州ですかね。えー、でもまあ、中国人でね、皆さん知っての通り、健康オタクが多いんですよね。まあ、健康好き。まい、あ、大体中国とか行くとね、朝の公園行くと、大体皆さんこう、あれやってますよね。えー、これなんだこれ。えー、太陽圏じゃないですよね。えっ、ー、と、これは何でしたっけまあやってますよ。ヨガじゃなくて。 太極拳です、太極拳太極拳武術、武道なんですけどね、本当はね。あの、やってる人が非常に多いですよあとはなんかみんなで走ったりとかね。あと、こう、更新したりとかしてますね。あの、YouTube ですごいね、あの動画があって、その、ま、あ中国の人たちはね、本当に健康好きなので、みんなでね、こう、 ね、行列になってね、20人ぐらいの主婦の方々、女性の方とか、方がね、で、もうとにかくそのままに更新してね、あの、早歩きで歩くっていうスポーツって言いますかね、健康な、健康促進法なんですけども、あの、デパートとかね、百貨店とか、普通日本だと、あの、丸の内とかね、えー、ランナーが行くと止められるんですよ。入んないでください、みたいな。これね、実際にそうなんですよ。皇居の方が近いので、結構僕はその辺ね、 あの、自分のエリアなので、あの、住まいのい、住まいも、住まいも近いので、行くんですけど、結構止められてますよね。ちょっとあの、ランナーの方の、ね、その格好ではちょっと難しいんですよ、と。まあ、日本はそうなんですけども、中国はね、さすがの、タフですよね。その一人がみんなスポーツやの、まあ、どうしようどうしよう、その、行っちゃうわけですよ。百貨店の中とか。でももう、警備員とか、やめてくださいって、ボーンみたいな。 はね、ね、あの、飛ばされて。もう、だから、その、百貨店中ね、その、スポーツ屋が来たおばちゃんたちが、更新しまくってるっていう動画が出てるので、さ、興味がある方はねぜ、ぜひご自身で探してほしいんですけども。だから、ね、やっぱり、この、ボーリングとかラウンドバンがやってることも、まあ、健康促進なので、まあ、合うんじゃないかなと思いますね。えー、で、まあ、人口も多いですので、で、株価はね、 え、ラウンド1はね、あの、まあ、この、アフターコロナを見据えて、えー、一旦ね、えー、600円近くまで下がったんですけども、ここに来てね、えー、ずっと上がり基調で、まあ、あのー、まあ、右肩上がりですよね。だから、順張り投資が得意な人にとっては、まあ、取りやすいチャートにはなってますが、えー、まあ、5年チャートで見るとね、 え、まだ、え、1500円ぐらいのところで、え、1800円ぐらいね、え、頭打つようなね、え、そういった平行、抵抗性が見れますので、まあ、このあたりまでね、え、もしかしたらこの材料が高材料としてね、判断された場合は、え、まあ、上がっていく可能性もあるかなと。もちろんですね、え、まあ、悪材料と見なされれば、下がる可能性もあるかなと思いますが、まあ、その辺はね、皆さん、心理が養うために、ま絶対、実際にモニタリングしてみても面白いんじゃないかなと思います。それからね、え、ウェルナビ、 ウェルスナビですね。まあ、有名になってますよね。これ、あの、ロボットがですね、えー、投資をすると、まあ、AI を使ってやるってことなんですけども、えー、まあ、それによってねあず、あの、まあ、ベテランじゃなくてもね、素人とかね、でも、まあ、ロボットがやってくれるので、まあ、おすすめしてるね、まあ、あの、投資信託とか、まあ、そういうところにね、えー、まあ、自動でね、 えー、投資ができるっことが一つ、まあメリットとしてありますよね。あとやっぱ AI を使ってるっていう、まあ触れ込みですよね。AI がその自動判定して、えー、どこに投資をするとね、えー、儲かりやすいのからな,なんですかね、えー。今一番安全かとかね、リターンが大きいかみたいなことをおそらくね、えー、その AI がその、それぞれの目標とかね、パーソナルライズのお、まあ、考えとか戦略に応じて、まあ判断してアドバイスしてくれるとか、まあここにでもね、 勝手にやってくれるんですよね。勝手に投資をしてくれるというのが一番いいところですよね。だから、積み立て投資とかはね、えー、インデックス投資はね、ドルコスト法って言って、毎月一定額を投資するというのがね、えー、まあ結構その大事な戦略なんですよ。どうせはね、浮、え、き、ー、筋のね、平均値を取れるので、アメリカの S&P みたいに右肩上がりで上がってるね、えー、そういった国にね、投資をする場合は、えー、比較的ね、えー、まあ、 安定してリターンを得やすいんですね。日本の場合はね、これまではダメでしたけどね、え失われた20年とかで投資をね、ドルコスト法でやったら、まあまあ資産を失うので、まあそういうのはね、右肩上がりで成長してる会社じゃないとねえ、通用しないんですが、まあそれをね、えー、ドルコスト法を、まあ何の感情もなくね、えー、自動でやってくれるっていうのはメリットがあるんじゃないですか。でね、これがそのホームページなんですけども、まあこのね、ええー、あの、 ウェルスナビさんにね、よるとね、えー、こういった形で、えー、毎月3万円を積み立てると。初期費用100万円でね。そうすると元本1180万円にしかならないところを、まあ50%の確率でね、えー、2225万円になると。で、30%の確率で2886万円になると。これがね、ドルコスト法によるね、インデックス投資のまあメリットになりますよね。しかもまあ、比較的リスクが少なくて済むと。個別投資は、 自分でね、えー、投資先を選ぶ代わりにね、えーまあ、メリットとしては短期で儲かる可能性がありますよね。あと自分の、えー、投資技術、審美眼とかね、えー、そういったものを鍛えることができる。まあ、えー、他人に任せるわけじゃないので、一方でね、資産を失う人はどん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 早く失ってしまうということもありますよね。あとやっぱり、あれよく僕が話すんですけども、まあ、デイトレーダーもね、えーまあ、あとはスイングトレーダーも、えー、やっぱりその銘柄を選んでる間と時間とかね、そういったものは全部労働なので、 やっぱりね、時間を失われるというデメリットはありますよね。別に僕、個別銘柄をね、推奨してるわけじゃないので、個別銘柄投資をね。僕はあのインデックス投資とかもやってますので、まあ、こういったね、やり方が好きな人は、えー、こういったね、あの、やりあのこう分散積み立て投資みたいなものを研究してみても面白いんじゃないかなと思いますし、この番組ではね、インデックス投資とかね、ETF を使った資産運用、資産形成もね、えー、とかアメリカ株のインデックス投資などもちょっと特集をしていきたいなと、僕自身もやってるのでね。 えと思っておりますで僕はね、今個別銘柄有利だと今思ってるんですよ。なぜかというと、えー、ここから今バブルね、まだ真っ盛りですし、えー、あとね、今年、まあ、いっぱいぐらいまではね、えーまあ、テーパリングも起こらないんじゃないかなと見てますので、そこまではね、個別銘柄でやりますが、別にそこから先は僕、インデックス投資の比重を上げるつもりでいますからね。これタイミングなんですよね。例えば、えー、アメリカがね、テーパリングを 発言をして、今度金利を上げるっていう、そのステージになると、個別銘柄はやっぱ不利になるので、そこからインデックス投資にするっていうのが、戦略的には正しいかなと思いますね。で、そこからさらに金に分散投資をしていくというのが、まあ、あの、まあ、億万長者って言いますかね、えー、まあ、ビリオネアで、ね、ビリオネアで20年、30年ってやってる、まあ、投資家の戦略ですよね、一般的には。 だからその今からね、去年ぐらいから金をやっても早いですよね。早すぎますし、去年の一番美味しい時にインデックス投資やっちゃうと、正直送り人になるのに、30年40年かかっちゃいますので、30年40年経っても2000万円しか,儲かっ手元にないってことなので、まあギリギリですよね。2000万円問題が本当だとするとね。 やっぱり、送り人になるのにね、あの、まあ、5年でできちゃう可能性はありますからね。別にそれを推奨するわけじゃないんですけどね。だそれはその戦略に応じて変えていくと。なるべくこの番組ではね、出し惜しみしてないので、その辺のこともお伝えしていきたいなと思っております。僕の経験を踏まえながらですね。で、ちょっと話長くなりましたが、1年チャートで見るとね、2000万円を4000万円ということで、結構ね、評価されているのかなと思います。上場してまだ2年なので、さて、ここからね、えー、ま、業績も上がってるって言いますかね、会員さんも上がってますので、えーえー、期待、 されるのか、されないのかっていうのをちょっと皆さんの方で判断してもらいたいなと、データばかりのニュースですので、ね、思っております。続いてはね、伊藤園になります。2593ですね。もう皆さんこれは知ってますよね。多いお茶の伊藤園ですね。まあ今だとね、多いお茶ってまあね、あの、もしかしたら、何、え、で、ー、ますね、女性、一部の女性はね、えー、それはちょっと男性のね、なんて言いますかね、えー、まあ、女性を、なんでますね、あのー、まあ、 低く見てるんじゃないかってことも言われかねないですよね。今、結構ネットとかでね。 結構それ話題になってますよね。えー、そういったことがね。なので、まあ、多いお茶って今ね、まあ、昔の日本のね、まあ、懐かしい風景なんですが、今はなかなか言いにくい。もしかしたら伊藤園もその、そういった CM やめてるかもしれないですね。結構うるさいのでね。えー、で、えー、タレ図行為もね、伊藤園の傘下、まあ、にあるってことなんですけども、えー、全形常ね、上振れして、今期16%増益になっております。で、2022、えー、年ですね、4月期は16.3%増を期待ですね。これがそうですね。 で、198億円にな,になるっていう予想になってますよね。かなり、えー、いい決算内容なんじゃないかなと思いますね。で、多いお家はね、えー、当然こういった体脂肪を減らすとか、まあそういったこともね、えー、出してきてますよね。まあ特定健康を商材ですかね、えー、いうのも出してきてますよね。で、売り上げはね、えー、ずっと横横ですけども、利益はね、まあしっかりと十数年確保していますし、えー、まあここに来てね、利益率も上がっているというふうに見えますので、まあ企業努力ですよね。あと原材料ですよね。 こういったものを、まあ、しっかりと、まあ、抑えたりとかね、特保みたいなものを開発をして、まあ、利益率を高めたりとかね、こういったことをしっかりやってるんじゃないかなと、非常にいい会社なんじゃないかなと思います。 その場合には1年チャートを見るとね、えー、6000のところにね、えー、から始まってコーナーの時にですね、えー、一旦8000まで上がったと、上がったんですけど、また行ってこいで戻ってきてるっていう、うどちらかというとね、えー、この1年で見ると、かなり定位にあるというふうに判断できますので、まあこの業績がね、明日1個評価されるとそう判断する投資家がいたらですね、まあ実際にチャートを見たりとか、決算内容本ホームページに出てますので、まあそのあたりをね、研究してみてもいいんじゃないかなということでご紹介してます。で、続いてのね、えー、研究対象が、 内田子子になってますね、まあ、横浜陽子陽子ちょっとこれだ、男性のね、下品な歌をつい歌いたくなるので、ちょっとこれやめときますけども、<laughs> もうだいたい30代以上40、40、50、60までだったらね、だいたいカラオケで歌えますね。あの、横浜、陽子っていうね。これね、あの、まあ、ちょっとやめときましょう。はい。で、王室家具の大手の、になりますよね。で、えー、それ以外ね、まあ、 学校備品とかシステム開発もね、やってる会社になります。で、やっぱり今ね、学校に非常に力を入れてるっていうのがホームページから見て取れますよね。で、今計上、17%情報修正ってことで、まあいいね、えー、まあ決算内容なんじゃないかなと思いますね。で、公共関連ですね。ここに非常に力を入れてるっていうのが、も、ま、う、あ、ホームページからもね、プレスリリースからも決算内容からもね、えー、読み取れること、読み取ることができたので、えー、皆さんもぜひぜひね、一度見ていただきたいんですけども、これ売り上げはすごい上がってますよね。 えまあ一つはね、やっぱりこのむしろ、この追い風になってるかもしれないですね。えー、このコーナーがですね、えー、各自粛であったりとか、学校はね、リモートしないといけないですね。オフィスもそうですけども、そうなると何が必要かっていうと、パネルであったりとか、まあディスプレイであったりとか、音響施設ですよね。それから、えー、各家庭にね、パソコンとか、えー、必要になりますし、場合によっては普及する、あの、配布する必要がありますよね。そういったものを。なので売り上げ上がってると。 で、ここはですね、おそらく内田洋子を攻め時だと考えている可能性がありますよね。ホームページ見ても、行くぞ行くぜみたいな。学校攻めるぜみたいなのもうなんかもう、ものすごい、まあ、熱を感じるので、ここは攻め時と。そう考えてね、業績も上がっていく可能性もあります。で、チャート見るとね、まあパッとしない、まあ人気がないんですよね。内田洋子をしてもね、えー、先ほどの歌うくらいしか思い出してないので、洋子はね。えー、そういった意味では洋子、洋子人気ないなみたいなね。えー、で、感じなんですけども、業績は悪くないという。まあこういった銘柄結構いっぱいあるんですよね。 で、今ね、えー、もちろんコロナ時期よりも、コロナ時期になってね、えー、業績上がってるのに、コロナ時期よりも下がってるっていうね、まあ非常に面白いチャートになってますね。なので、興味がある方はね、えー、見ていただけたらと思いますが、人気がないので、まあもしかしたらね、えー、仮に業績が良くても、えー、上がるまでね、時間がかかる可能性はありますので、まあその辺の判断はね、もちろん、ね、株式投資は自己責任になりますので、えー ぜひね、皆さんの方で、えー、考えていただきたいなと思っております。で、ついてもね、えー、内田陽光グループですね、えー。内田エスコ。エスコさんですね。えー、陽光の次はエスコ。経営者が狙ってんすかね。これ陽光さんの次はエスコさんで行こうみたいなね。えー、まあ、さすがにそれはないと思うんですけども、4699ですね。で、これはね、えー、営業の、おそらく営業会社だと思うんですけどもね。えー、陽光の方が、 え、どちらか,か開発とかね、えー、そっちの経営をやってるんであれば、コンサルとかね、えー、エスコの方はね、えー、営業をやりますと。そういうふうに分けてるんだと思いますね。で、今経営上ね、1.57%増益ということで、こちらも、えー、最高益もね、更新してきたってことで、業績拡大がね、止まらないみたいな。これやっぱりね、えーこ、えー、コロナが影響してるんだと思いますが、まあ、ね、こういった売り上げも、まあ、爆上がりしてますね。うん。だ配当も上がってくる可能性が、 ありますので、まあ、このあたりはね、気にしてみてみてもいいんじゃないかなと思うんですが、ま、あエスコも人気ないですね。エスコみたいな。ヨーコも人気ないけど、エスコも人気ないと。ま、あね、今はね、え熊田ヨーコさんがね、ヨーコ、同じヨーコでも熊田ヨーコだろみたいなね、え、<laughs> 形になって、あんまふざけすると怒られそうなんで、まあ、こういった形でね、えー、下がって3000円とことなので、えー、ま、興味がある方はね、えー、実際にチェックしてみても面白いんじゃないかなと。ま、ああくまでね、えー、ま、こういった銘柄研究になってますので、でえー、 ね、あとは決算出た順番に明日以降もね、お届けしていきたいなと思っております。それでは今日は以上になります。この後ね、そう、えー、つなぎを一度解消してね、えき、き、したんですけども、でこの後の僕の、ね、相場戦略、相場観をね、えー、一つ、まあ一つ重要な指針が出ましたので、えー、経済番組としてね、この後お届けしたいなと思っておりますので、そちらもね、興味がある方は見てください。それでは今日は以上になります。高速で、GO!